両国橋は、広島県、山口県県境を流れる尾瀬川に架かる道路橋である。山口県道、広島県道1号岩国大竹線の橋で、広島県大竹式のと山口県岩国市尾瀬を結んでいる。秋国と須王国を結ぶことから、両国の名がついた。橋の上流側すぐ隣には自転車、歩行者用の橋が架けられている。東側は、 国道186号線と西側は山口県道135号北中山岩国線と接続している。橋のある場所の河原では毎年3月上旬にひな流しが行われる。掛け替え前の両国境このルート上には古代以来山陽道が通っており、江戸時代には渡し船があった。この都線上から300メートルほど、 上流の地点で1917年に加強されたのが両国橋である。設置者は、尾瀬ときのの融資で、一回一銭、または月5十銭の渡し橋漁を取っていた。数回の流出の後、1936年に両国橋は尊営となり、同時に無料化された。1948年には、リース台風により流出し、 同年に橋脚をコンクリートとした木造の吊り橋に掛け替えられている。その後、1954年に現在の鉄筋コンクリート橋に改め課された。しかし車道幅4.5メートルと狭い上に老朽化したため、60メートル上流に新橋を建設するとともに、原橋付近で狭くなっている川幅を広げ、洪水対策を実施することになり、 2010年度から用地買収が開始された。東側の海沿いに国道2号が整備されたが、県道岩区に大竹線の一部にあたる両国橋はバイパスルートとして使用されてきた。21世紀に入っても、1日あたり数千台の車両が両国橋を通過している。ブラリー町歩き木の地区大竹市は市の里ット今は名物雛流し、 中国新聞1996年6月16日付24面。松影が涙した私場に、須王、秋の国境両国境、古市正幸、県境の老朽境を掛け替え、大竹のお瀬川、中国新聞2013年1月10日付24面。ありがとうございます。